はい、皆さんどうも、コメッタ&ミントです。今回プレイするのは、星のカービィ鏡の大迷宮でーす。はい。いや、これはね、ほんとよく子供の時やってた。持ってないよ。持ってないんかい。友達の、でよくやってた。めっちゃやってた。ごめんなさい。乗せました。で、まあ、スイッチでできるので、やりたいと思います。では、行こう。あら？お？あれ？操作が。おー、4人で行くぞ。なんで4人なんだ？それー。鏡の大迷宮は、コースクリア型ではないんだよね？多分。あれ？ちょっとごめんなさい。早っ。あ、踏んで踏んで踏んで。踏んでくれー！よしよし。で、これでみんな来れると。協力プレイね。滑るな。よいしょ。口移し。そうだ。イエーイ。なんだ？ん？L と R の使い方？ R で中身も呼び出すね。はいはい。マッチで L で流しでワープ差が来ると。これはメタナイトと？なんだ？ダークメタナイトか？おっとメタナイトが鏡の中に入れられて、鏡が壊されましたー。ありゃー。ほら、なんか怪しいカビがおるよ。ということで、ここから大迷宮ですね。めっちゃ迷うんですよね。まあまあまあ、とりあえず手当たり次第行きましょう。子供の時は何回もやったからね、データ最初からして、友達のでね、もちろん。持ってなかったんで。めっちゃやってたんだけど、正直どこをどう行けばいいかは覚えていない。こんなんあったなーっていうのは覚えてるけど、タイの、おい、コロロンか。名前出るからいいよね、これ。敵の名前。あー、やった、回復ー。ワドルジーにワドルズ。はい、チャップー、ありがたい。何？うわー、大迷宮といえば、やっぱ分かれ道があるんだね。上行こう。ん？下ルートと？何が違うんだ？あ、マイナスで、コピー能力してて、プラスでタイム、まあ、メニュー画面とか、まあ、あれだね。ファイター結構使ってたな、これは。確か、当時、このゲーム。ゲーム。トマト、トマト。ロケットやん、これ。ミサイルか。それ、シャドウカービィか。こっちは何か、大の、おい。あーれー、なんもないんかーい。あー、おう、一緒に行くのね。それー、ほら、なんか怪しいのがいるぞ。動くー、ガレム。ドメガコピーするんかーい。た、なんで倒したの今。わしと気になるな。うわ、ハンマーとかそういう感じだな、これは。うん、下は気になるが、いけないのなら仕方がない。
電池はまだ今はいいけど痛いな、残念、雑になってきた。これはね、おっとミスターフロスティアイスいるのかな。よっと全回復バッティ。お、このスイッチを押すんだよ。そうすると、繋がる。よ。ほらほら、こことね、繋がるのよ。ブロックン。おっとおっとおっと。あ、でもまあ巻き戻しあるから。まあ最悪、巻き戻しはいいか。ほら、カービィあるある。壊すと取れなくなる。ヘビーナイト。上なんかあったかな、あったけど、アイスでダメだよな。お、無敵キャンディー。それそれ、危ない。ほう、このルートって、ボスか、まさか。最初はボスにあっさり行けたような記憶があるんだけど。あら？ほら、動くんかい？なんじゃいや。それ。繋がったー。ほら、ボスじゃん。これは覚えてる？あれ？取れない。アセント取れんのか。これはね、なんだろう。ウィスピーウッズじゃないけど、こんな似たようなもんだよ、もう。キングゴーレムだって。ここでボム置き場がっとったらなんとかなるよ。これは覚えてんだよ。へぇー！やったね！戻った戻った。よしよしよし。では一旦ここで区切ります。ご視聴ありがとうございました。